桃太郎。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃が流れてきました。なんと大きな桃じゃろう、家に持って帰ろうと、おばあさんは背中に担いで家に帰り、その桃を切ろうとすると、なんと桃から大きな赤ん坊が出てきたのです。おっと、たまげた。二人は驚いたけれども、とても喜び、なんという名前にしましょうか、桃から生まれたから桃太郎というのはどうだろう、それがいい。桃太郎はあっという間に大きくなり、立派な優しい男の子になりました。ある日、桃太郎は二人に言いました。鬼ヶ島に悪い鬼が住んでいると聞きました。時々村に来て悪いことをするので、みんな困っていると、おじいさんが答えると、それでは、私が行って退治しましょう。お母さん、きびだんごを作ってください。おばあさんは、とてもおいしい日本一のきびだんごを作り、桃太郎はそれを腰の袋に入れると、早速、鬼ヶ島に向けて旅立ちました。旅の途中、桃太郎は犬に会い、桃太郎さん、袋の中に何が入ってるだい？日本一のきびだんごだよ。僕に一つくれればお供します。犬は桃太郎から一つきびだんごをもらい、家来になりました。桃太郎と犬が歩いていくと、猿がやってきて、桃太郎さん、袋の中には何が入ってるんだい？日本一のきびだんごだよ。僕に一つくれればお供します。猿は桃太郎から一つ団子をもらい、家来になりました。しばらく行くと、キジが飛んできて、桃太郎さん、袋の中には何が入ってるんだい？日本一のきび団子だよ。僕に一つくれればお供します。キジは桃太郎から一つ団子をもらい、家来になりました。しばらく行くと、鬼ヶ島が見えてきました。あれが鬼ヶ島に違いない、犬が吠えました。鬼ヶ島に着くと、お城の門の前に大きな鬼が立っており、桃太郎は大きな石をつかむと、鬼に向かって投げました。猿は門に登り、鍵を開けました。キジは鬼の目をつつきました。こりゃ参った、助けてくれ。そう言うと、鬼はお城の中に逃げていきました。するとお城からたくさんの鬼が出てきて、ついに大きな鬼が現れました。生意気な小僧、俺様が殺しめてやる。大きな鉄棒を振り回しながら言いました。あなたが頭ですか？というと、桃太郎は素早く鉄棒の上に飛び乗り、悪い鬼、村人に悪いことをしたからには許せない。私の拳を受けてみろ。ああ、いたたたたた、ああ、ごめん、ごめん、許してくれ、こそっと。本当に約束するか？約束する。嘘はつきません。宝物を分けます。桃太郎は、お城の金や銀や織物や荷車いっぱいの宝物を手に入れました。こうして桃太郎はおじいさんとおばあさんの待つ家に帰り、みんなで幸せに暮らしました。おしまい。